アイテム番号、SCP-537JP。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。その特性上、SCP-537JP を完全に収容することは現状不可能であり、対象の動向は常に担当職員によって監視されます。SCP-537JP の出現が確認された場合は、通り魔事件をはじめとした適切なカバーストーリーを適用し、直ちに周辺のエリアを封鎖、民間人を避難させてください。その後、出現地点に最も近いセーフハウスで待機しているエージェントを現地へと派遣してください。当該オブジェクトの出現に対応するため、世界各地へエージェントが配置されます。派遣されたエージェントは SCP-537JP が消失するまでエリアから出ることのないよう誘導してください。SCP-537JP が実験対象以外の人物へ、質問を行った場合、質問内容を伝え切ってしまう前に攻撃あるいは威嚇を行い中断させてください。この攻撃や威嚇とは一般的に想起されるあらゆる手段で問題ありません。また、出現地点の閉鎖が完了した時点で SCP-537JP を対象とした実験の施行が許可されます。対象の消滅が確認された後は周辺の民間人にクラス A 記憶処理を施してください。説明。SCP-537JP は世界各地で非周期的に観測される、およそ全長 1.8 メートルほどの幻影です。SCP-537JP の出現条件は現状判明しておらず、これといった法則性も確認されていません。その姿はしばしば、影が浮気出たような、と形容される黒い人型を基本形とし、大抵バックパックやスーツケース等のカバンを所持しています。このカバンに内容物は存在せず、SCP-537JP が手放した時点で消失します。SCP-537JP は人間と遭遇することでその特異性を発揮します。SCP-537JP は周囲に人間、以下、被害者と表記の存在を認めるとそれらに接近し、おおよそ、任意の場所に行きたいので道筋を教えてほしい、といった内容の文言を伝えます。この際に使用する言語は原則として、出現地点が日本国内であれば流暢な日本語、それ以外であれば発音や文法がやや不自然な英語です。この時に被害者が目的地へ向かうための最適なルートを知らない場合、被害者は一瞬にしてそれを理解します。この現象によって挿入された情報は記憶処理による抹消を受け付けず、内容と情報量によっては被害者の思考へ混乱をもたらします。情報を伝達する原理は不明ですが、質問を何らかの方法を用いて中断させることで伝達の阻止自体は容易に可能です。また、被害者が SCP-537JP の話す内容を理解できない場合、上記の特異性は発揮されません。被害者から質問に対する回答を得た場合、その実費に関わらず SCP-537JP は被害者へ感謝の意を示し、その場から即座に姿を消します。その後、実際に SCP-537JP が目的地を訪れているかは不明です。被害者が質問に答えない場合、何らかの理由で答えられない状況に陥った場合、日本語、英語以外の言語を用いて道案内を行った場合は被害者との会話を停止します。この時、周囲に他の人間がいる場合はその人物へ再度同様の質問を行い、そうでない場合は即座に姿を消します。SCP-537JP の発する言葉に強制力や精神操作の要素は見られず、質問に答えるか否か、正しい道筋を教えるか否かは完全に被害者の任意のようです。幻影であるという特性上 SCP-537JP にはいかなる物理的接触も無効ですが、殴打や発砲をはじめとした攻撃行為にはひどく狼狽し怯えた様子を見せ、平均して13秒後にその場から消失することが確認されています。このことから SCP-537JP への攻撃行為は、威嚇、として高い効果が期待されます。SCP-537JP は自らへ攻撃を加えた人物を敵対存在として認識しますが、その影響は、質問を行わなくなり行動パターンが警戒的に変化する程度で、対象が敵対存在へ危害を及ぼしたという事例はこれまでに確認されていません。実験記録 537JP1、1960年。実験対象 D537JP1。実施方法 SCP-537JP を殴打する。結果、実験対象は SCP-537JP をすり抜けた。
SCP-537-JP は実験対象の行為に大きくひるみ、動揺を見せた。実験記録 537-JP、2、1960年。実験対象、D-537-JP、1、SCP-537-JP には敵対存在として認識されている。実施方法、SCP-537-JP へ発砲する。結果、銃弾は SCP-537-JP をすり抜けた。対象の反応は上記に同様。以降、SCP-537-JP が、D クラス専用のジャンプスーツを着用した人物を敵対存在として認識していることを確認した。敵対存在を見分ける上で、服装も判断材料の一つとなるようだ。研究員。実験記録 537JP3、日付198。実験対象、D537JP2。ただし D クラス専用のジャンプスーツではなく、一般的な衣類を着用する。実施方法、SCP-537JP の質問に応答、正しい道筋を教える。目的地、県、市に存在する建造物。実験対象は、目的地までの道筋を知らない。結果、SCP-537JP の特異性が発揮。実験対象は SCP-537JP へ正しい道筋を教えた。その後、SCP-537JP は感謝の言葉を述べて消失。実験対象は急な情報挿入による吐き気と発熱を訴えた。治療上的な力で識別しているわけではなく、純粋に相手の外見と自身の経験から敵対存在か否かを判断しているということか。研究員。実験記録 537JP4、日付200。実験対象、D537JP3。ただし D クラス専用のジャンプスーツではなく、一般的な衣類を着用する。実施方法、実験対象と SCP-537JP の会話中に、背後から空砲を用い対角射撃を行う。結果、SCP-537JP は実験対象の存在を認めると接近し、質問、を開始。すいません、今からニューヨークシティに、まで発音を終えたところでエージェント、が SCP-537JP の背後から上空へ向けて発砲。対象は、質問、を中断し、無言狼狽。その後断続的に悲鳴とおぼしき声を上げながら逃げ回り、12秒後に消失。なお、今回の、質問、で、目的地、の発音までは終了していたが特異性は発揮されなかった。文章終わりまで発音しないとダメらしい。研究員。SCP-537JP は19年頃から、道を尋ねる怪人の噂が世界各地で囁かれるようになり、目撃例だけでなくいくらかの映像も撮影されたことから財団の注意を引きました。これを受けて財団は県の怪人を SCP-537JP として定義、その後対象を撮影した動画群のマスターフィルムを押収し、カバーストーリー、シャドウ、ピープルをはじめとする情報工作によって隠蔽を行いました。現在当該動画群のマスターフィルムはサイト81の資料室に保管しています。動画の視聴を行う場合は資料 537JP を参照してください。SCP-537JP の出現記録のうち、いくつかの処置が間に合わなかった記録を抜粋して掲載します。事例 537JP-011960 年。被害者、鈴木、男性、日本人。目的地、駅、出現地点の最寄り駅であり、被害者は、目的地、までの道筋を知っている。結果、被害者は、質問、に応答、正しい道筋を教えた。SCP-537JP は感謝の言葉を述べて消失。事例 537JP-051960、年。被害者、杉田、男性、日本人。目的地、宅。被害者は、目的地、までの道筋を知らない。結果、SCP-537JP の特異性が発現。被害者は急な情報挿入によって混乱状態に陥り、質問、には応じなかった。その後 SCP-537JP は他の民間人に、質問、を行うべく活動を続行。この時点で財団職員が現場へ到着し、対象へ攻撃活動を行うことで消失を促した。被害者の反応は急な情報挿入によるもので、
オブジェクトの特異性自体に恐怖や混乱を想起させる効果はないと思われる。研究員。事例 537JP、13日府1970年。被害者、竹中、女性、日本人。目的地、被害者の自宅。結果、被害者は、質問、に応答、事実とは異なる道筋を教えた。SCP-537JP は感謝の言葉を述べて消失。一般の住宅も目的地になり得るのか。研究員。事例 537JP、20日府1980年。被害者、山本、男性、日本人とアメリカ人を両親に持つが、英語を話すことはできない。目的地、県、市に存在する、博物館。対象は、目的地、までの道筋を知っている。結果、SCP-537JP は当初、英語を用いて被害者に、質問、を行った。その後被害者が日本語で尋ね返したところ、SCP-537JP は日本語を用いて再度、質問、を行う。これに被害者が応答、正しい道筋を教えたところ、SCP-537JP は感謝の言葉を述べて消失。言語選択も外見を頼りにしているらしい。行動選択の基準は我々人間と大差ないのかもしれない。研究員。事例 537JP、28日府1990年。被害者、吉里、女性。目的地。全国的に出店しているコンビニエンスストアであり、被害者は今回の出現地点より徒歩760メートル地点に店舗が存在することを知っていた。結果、SCP-537JP の特異性が発現、被害者は徒歩190メートル地点に別の店舗が存在することを理解した。その後被害者が、質問、に応答、情報挿入によって理解した道筋を教えたところ、SCP-537JP は感謝の言葉を述べて消失。あくまで聞きたいのは最短のルートというわけか。研究員。事例 537JP、39日府2000年。被害者、大西、女性、日本人。目的地、SCP、の収容所。被害者と財団の関連性はない。結果、質問、内容の理解と同時に絶叫。白目を向き痙攣し続けた。SCP-537JP は同様の様子を見せ、19秒後にその場から消失。補足、その後、情報漏洩の可能性を考慮して被害者を回収、収容処分しました。こいつは本当に、知らない、のか、研究員。事例 537JP、62日府2010年。被害者、小野、男性、日本人。目的地、データ削除済み、一般に伝説上の建造物とされており、実在しないものとされている。結果、被害者は未知の言語を用い、4分強にわたって、データ削除済み、への道筋を説明した。SCP-537JP はこの説明に対し熱心な様子で耳を傾け、被害者が説明を終えた後に、あなたは物知りで、いい人ですね。あなたほど詳しく道を教えてくれた人にはこれまで会ったことがありませんよ、と発言した。これに対して被害者は高速で何度もうなずき、4秒後に全身が破裂、死亡した。その後 SCP-537JP は悲鳴を上げつつその場から逃走し、6秒後に消失。これではっきりした。SCP-537JP におそらく悪意はない。だけどあいつは、知らない、と思い込んでるだけで、本当は俺たちよりずっと多くのことを知ってるんだ。研究員。ほい、537JP、1。最初の目撃例における SCP-537JP は一切の衣類を着用していませんでした。しかし3度目の目撃例における SCP-537JP の姿はソンブレロにポンチョといういでたちであり、2度目の目撃例における SCP-537JP の目的地はメキシコシティでした。以降も SCP-537JP が何らかの衣類を着用した状態で出現する記録がたびたび観測されています。SCP-537JP の服装は前回の目的地に影響すると考えられています。ほい、537JP、2。SCP-537JP が自我を持つ存在であることが確認された段階で対象へのインタビューが計画、実行されましたが、対象は一切の反応を示さず失敗に終わりました。
SCP-537JP は自身の質問に関係のない会話をはじめとした一部の言動を認識しないものと考えられます。